ベニタケか、ベニタケ属の菌類。英語圏では、ミルク、ホワイトブリタルギルなどと呼ばれる。大部分は白く、傘は少し黄ばんでいる。柄は頑丈。過食であるが、味に乏しい。秋方、森に育つ。父タケ属のものと間違えられることが多い。白はずが最初に文献に見られるのは1838年のエリアスフリースの記載である。の意味は、 ラテン語で血離れを表す。古い名前には、クリスティアン・ヘンドリック・ペルスーンが付けた、ラックテリアス・パイパータス・バリエーション、エクスキアスという名前がある。この種は何度か分類学的変遷を遂げている。多く変異型と種が様々な理由によって、本来の形態から分かたれてきた。特に、ラスやラクローロイズはいくつかの標本で狭い柄の、上部の青から、緑の範囲の帯を持つことから、 いくらかの専門家によって種の位置を与えられていた。また、ヒダの感覚、ヒダの深さなどについても古くから大きな疑問が投げかけられていた。金類学者のジョン・ブートン・クレランドは南オーストラリアマウントロフティ産山地のユーカリの木の下で見つけたものを1935年に白髪として記録したが、1997年、この種はシェリル・グラグユー・リーノビッチによって見直され、 ラスヤラマランガニアという新たな種とされた。白髪の小実体は土壌から離れることを嫌うかのようで、時にはキノコの半分程度は埋まっている。その結果、傘はその粗い表面に朽ちた葉などを保持していることがよくある。傘は最大16センチメートル程度まで育ち、地は白色であり、土に汚れ、土色や黄土色っぽくなっていることも多い。 傘の端は内側に巻き込まれている。巻き込まれた部分はより白い色が残っている。生えてきた初期はまんじゅう型であり、時間が経つごとに、扁平型になっていく。さらに開くとロート型になることもある。柄は頑丈であり、白く、非常に短い。長さはおおよそ2から6センチメートルであり、幅は2から4センチメートル程度である。ひだは、しでせいであり、間隔が狭い。 ホウシモンは、クリーム色じみた白である。ホウシは、イボのある楕円形であり、大きさは8から 12X7 から9マイクロメートル。若いものは白く、切っても色が変わらない。肉はかすかに魚の匂いがする。味は面苦く、ピリッとしている。父竹族とよく似ており、土かぶり、白髪も土器等とは、非常に似ている。しかし白髪は、殻の付け根部分が青いこと。 さらに、これらの種は、ヒだから乳液状の成分を出し、切った際にも乳液が滲むことから識別できる。白髪は、北半球、ヨーロッパ各所からアジアに生息している北、アメリカでは稀であり、ラスやラブレベプスと大きく置き換わっている。この種は白髪によく似ているが、イギリスからは知られていない。普通種であり、秋方に落葉樹や、新葉樹の木や森に現れる。 このキノコは過食であるが、味に乏しく、うまいわけではない。このためいくつかの文献には、腐食とある。A.B. ニルソン S& パーソン O, フンギオブノーザンヨーロッパに、チル、フーンに、ペンギン、PPP112ISBN0 から14から063006から6クレランド JB とザトゥールズマッシュルームズアザーラージャーフンギ、オブサウスオーストラリア。 サウス・オーストラリアン・ガバメント・プリンター、PP-150 バウアー・ NL、サイム・ K、フン・ギ・オブ・サザン・オーストラリア、ネット・ランズ、WA、ユニバーシティ・オブ・ウェスタン・オーストラリア・プレス、PP-148 p、ISBN1 から875,560から80から 78ABCD ・ハットロジャー・フィリップス、マッシュルームズ・パン・マクミーラン、 pp, p45 から46、ISBN0 から330442376、アース、ハンス、ザ・ヤング・スペシャリスト・ルックス・アット。ありがとうございます。